はい、ジュンチャンネルのジュンでございます。今日はね、ちょっとね、朝仕事に行く前に時間がないのですが、ちょっとボス戦やっていこうと思います。皆様、このボスを覚えているでしょうか？では行きましょう！スタート！はい、ということでこちらボス戦のなんとノーマルを選択して、破壊の魔人今回やっていこうかと思います。昨日初日のボス戦開始だったんですけど、私破壊の魔人まあちょっと選択させていただきました。ちょっとね久々にやってみたいなと思ったので、ボスの詳細見ていきましょうか。パスカル、あ、これパスカルだったね。もう忘れてたよ。破壊の魔人カルマとリンの手によって眠らされたパスカルの内面が内面に潜んでいた破壊本能が目覚め、もう一度暴走する。冒険者の助言、攻撃タイプ魔法攻撃、状態異常効果。これがね、あ、ちょっとプレイしててすごい気になったのが、以前の僕破壊の魔人しかやってなかったんですよね。当時やってた時にはこの即死プラスアルファ気絶と感電のリングを作んないと、まあ免疫してるこのキャラレイとかセラとかルーシーって今こっち側に乗ってますよね。連れて行かないときついということなんですけど、まあほぼ即死のリング1個だけつけてれば終わるので、かなりやっぱり上限下げたんでしょうね。難易度上限というか難易度を下げてくれたんでしょうね。もう即死のリング1個だけつけておけば、気絶や感電は入らないということです。攻略のポイント、強力な範囲攻撃にも気をつけようということで、これもねあんまりよく昨日やってみて分かりませんでした。そして、天使の機能は固有の持続効果、まあボスの持つパッシブですかね。はい、全てのダメージに対する免疫と複数免疫が12回与えられますということなんで、これ序盤どんどん叩いて解除していったらダメージ入ってきますので、そこからが勝負ということになっております。では今回私が挑むパーティーはこちらになります。デデンド、エシラ、そしてエルニア、セイン、レイチェル、アタッカーとして神話化戦で行ってみたいと思います。このエルニアに関しては、バージョン2の1の方か、神話攻撃が使える方にしておきました。ポジティブバフ解除がたまに入るので、まあ一応魔法力アップしてくるんですよ、あのボスが。それを解除してくれるがためにこっちのエルニアをちょっと連れて行っております。で、エシラで3から5の、まあ、スキル攻撃もアップしております。回復はなし。エルニアの下のスキルでもう本当にやばい時には使って回復していこうという算段でございます。なのでエルニア君には反撃装備で、この破壊の魔人なんですけど全体攻撃だけじゃないんですよ。3人攻撃とかあって結構ね前列しかね当たらない攻撃とかもあるんで、まあたまたまなんですけど前列しか当たらないっていうのも、それでもし当たった場合エルニアが攻撃してくれるということになっております。ちょっとこれ上にしとこうかな、1番手にしとこうか。はい、ということでこちらで行ってみたいと思います。よっしゃ、行きましょうか。まずはまあ上等手段、レイチェルの上から打っていきましょう。最後、破壊の魔人12回ありますんでね、どん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 攻撃していきましょう。まあそんなに大変じゃないと思うよね。もう点灯してますね、上のアイコンが12回のアイコンです。で、全ての攻撃にほぼ即死攻撃が入ってきます。で、私の後ろにいる船員、あのリングで即死対策しておりません。わざわざねここでまたつけるのもなんだんで、あえて即死なしでいきたいと思います。最悪エルニアの下見てください、ネガティブバフ解除できるんでこれで対応してみようと思います。よいしょ、よいしょ。じゃあちょっと線打っていこうか。ちょっとあれか、まだレイチェルとかあれだね。あ、いいね、手腕入った。そんなに入んないね、そんなに入んないね。ここでどうしようかな。レイチェルの上使って覚醒ゲージ溜めつつ、神話化繊維の方のゲージも溜まってくれると嬉しいな。あれだよね、多分敏捷の問題であれだったんだろうな。敏捷見てこなかったからね。
もう一発打っちゃうか。1000円ね。もう一発打っちゃう。もう一発打っちゃう。いやーちょっと無駄になっちゃったな、これ。完全に。あ、でも反撃してくれたらたまるかな。あ、無理だ。やめとこう。いや、これで。ちょっと時間かかっております。覚醒するのに。これはちょっと、あかんですな。多分これ、初手の敏捷持ちが、レイチェルか、エルニアになってるから、こんだけ戦が遅れちゃったね。2分になっちゃったよ。遅いね。こっから果たして挽回できるか。さあ行きましょう。よいしょ。まあ結構このボス戦のこのボス、モーションがかなり長いんで、スキルクールタイム短縮しなくてもいけちゃうっていう部分があります。おお、エルニアやべえじゃないか。エルニアじゃない、二列戦やばいね。一回回復しますわ、入れてね。あ、まあ、ダメージ受けねえけど。まあ、入れておくか、ここね。ああ、もったいねえ。反撃してくれたよ。吸血してくれたよ。これ、モーション長いっつうのにさ。レイチェルの上で、超スキルクールタイム短縮できるんですが、それ、挟まなくてもね、回るったら回るんだよね、結構。まあ、でも、使えるときは使っておきますか。だだだ。めっちゃ火力図乗るでしょ、これ。すごいよね、これ。今、369ですから、ちょっと次の時にいくつぐらい出てるか、ちょっと確認しましょう。まあ、1回で1億ぐらい出てるんじゃないかなって思うんですけどね。この伸びは。はい、よいしょ。ちょっと次のターンで見てみよう。即死攻撃。だからほとんどね、2分に来る攻撃以外は、ダメージ受けないに近いですよね。ある程度装備さえ揃っていれば。いきましょう。376からですね。376から、495。1億2000万ぐらい乗ってますね。めっちゃ乗りますね。特に打つスキルないな。ちょっとここ、待っちゃおうか。あ、これ、エシラー、100% 増幅か。次の時打ってみよう。オッケー。ここで打ってみようか。ね。そうしたらかなり、また火力乗るかな。これ、繊維と被るんだっけ？使う必要性なかったかな。まあ、一応打ってみようか。せっかくだしね。やべえ、あと打てて繊維。1回、2回の世界だね。2回打ちたいね。モーション長い君、本当に。まあ助かるけど、厳しいか。あ、まあレイチェルいるからあと2回は打てるな。助かった助かった。長いっつうの、君長いから。あ、よいしょよいしょ。あ、いくつぐらいかな、ちょっと見れなかった。25 2億5000出してほしいな。そしたら10億台乗るかもしんない。あ、よいしょ。こっから見せてくれ。もう一発撃てるはず。カモン。よし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 。来い来い来い。こっからもう一発行こう。もう一発行こう。よろしくお願いいたします。神話出れば嬉しかったけど。まあ、そんな神話実は乗らないんですよね。1000万も乗ってないから。さあ、こっから。さあ、行ってくれ。879というところでしょうか。はい、ということで一旦スコア保存しようかな。ここでスコア保存していこうか。あー、でもスコア保存して、まだこっからちょっとね、今日やってみたいと思います。やっぱりとりあえず8億7900ぐらいが出るということが分かりました。はい、ということで久々にやってまいりましたけど、破壊の魔人。まあなんか久々にやると面白いって言ったら面白いね。もうギミックとか全然覚えてなかったんで、どうやってスコア伸ばそうなんて初めに考えていたんですけど、まあ久々にやったら内容自体がほとんど変わっていた。気絶感電即死リングネット確かダメだよなと思って倉庫の中あさったんですけど、ほとんどなくて、うわどうしような、これ動画で撮れねえなと思って、まあボスの詳細見ましたら即死だけと
いうことだったので、ああかなりこれ難易度を下げたんだな。まあハード編っていうのが出来上がった時に、おそらくこの破壊の魔人の難易度中身、一新されたんじゃないかと思われます。さくらとノアさん、かなりすごい9億ですよ。ちょっとさくらとノアさんを目標に僕頑張ってみようと思います。やっぱね、でもこれ目標的にはやっぱ10億いきたいね。だあと一発ぶちかませればもしかしたらね、いけたかな、10億。あと、セインの、覚醒が遅かった。僕、覚醒したのほとんど2分ぐらいだったから、それをもうちょっと縮められたら、もう、少しは、スコア伸びたんじゃないかな、なんて、ちょっと感じております。本日7月9日ですけど、明日、7月10日、アップデート、まだ2日前か。アイリーンが覚醒する。そっかそっかそっかと。明日と勘違いしておりました。はい、ということで本日はここにしたいと思います。まあたまにはね、昔のこういったノーマルバージョンでも、ちょっとボス戦なんかやってみるのも楽しいかと思います。本日はここまでにしたいと思います。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ。ありがとうございました。